日本人の勲章は1955年のアメリカ合衆国の映画ジョン・スター・ジェス監督スペンサー・トレーシー主演この作品でトレーシーは第8回カンヌ国際映画祭団優勝を受賞したなお放題に日本人とあるが劇中に日本人は登場しない第二次世界大戦終結直後の1945年末アメリカ西部の 小さな町ブラックロックの駅に特急列車が停車、左腕のない一人の男が下車する。その男、ジョン・マクリーティはこの町に住む日本人の男性を訪ねてきたのだ。しかし、ホテルの支配人、ピートの妹リズからジープを借りて、日本人男性の住んでいた場所へ行ってみると、彼の住んでいた家は焼き払われて亡くなっていた。さらに、 何者かによる妨害が次々と彼の身に襲いかかる。マクリーディは日本人男性の身に一体何があったのかをピートから聞き出した。それによると、真珠湾攻撃の翌日、村を牛耳るボスのスミスは軍に志願したが、不合格となり、その払いせに村人をそそのかして、日本人男性の家に火を放ち、彼を殴り殺しにしていたのだ。 マクリーディは日本人男性に会いに来た理由をピートと葬儀屋の毒に打ち明ける。日本人男性の息子は戦時中、二世部隊に入隊し、イタリア戦線で戦死したが、それと引き換えにマクリーディの命を助けたことで勲章を死後授与された。マクリーディはその勲章を男性に届けに来たのだった。この話を危機感銘を受けたピートはリーズにマクリーディを逃がすように頼むが、 スミスの上夫であるリズは彼に内通し、マクリーディを罠にはめて、スミスに殺させようとする。スミスは非常にもリズを射殺し、マクリーディをも狙うが、反撃にあって死んだ。翌日、ブラックロックの駅に、また特急列車が止まった。それに乗り込もうとするマクリーディに、ドクは自分たちの両親の明かりとするために勲章を渡してほしいと頼む。マクリーディは毒に勲章を渡して、 特急列車に乗り込んだ。ありがとうございます。